あ、こんにちはーす。あれ、夏休み終わった人たちですよね。あ、僕ですか？全然まだまだあります。はい、ということで今回はですね、夏休みが終わってしまった人に向けてね、まあ、僕は全然まだまだあるんですけど、まあ、スカイウォーズ実況をね、届け入れたらなと思います。はい、ということで、今回はね、スカイウォーズやっていくということで、まあ、動画でね、やるのは結構久々なんじゃないかなって思います。で、ちなみに言うと、めっちゃ寝起きです。今日の日付なんですけど、8月28日の朝4時です。4時から何動画撮らせてんのって話なんだけど、なんかね、最近俺めっちゃ朝早いんだよね。なのでちょっと早起きしてね、久々にスカウトしようかなって思います。で、今回は47スターになるということで、もうね、ほんともうちょっとなんだよね。今 9949.32 ポイントなんで、まあ、あと50ぐらいかな。雑談しながら今回ね、やっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。なんかな、マジ久々に撮る気がするわ。こういう一人で動画撮るのがなんか久々すぎて緊張するんだけど、どうですか最近は皆さん。僕はちょっと最近毎日投稿気味なんですよ。気づきました？偉くない？意外と。まあ理由なんすけど、マジ夏休み特にすることなくて、なんか時間もったいないなって思って、とりあえず毎日あげるかみたいな感じで最近あげてます。どうですか？やっぱ毎日の方がいいですかね皆さん。よいしょ。寝起き一発目のキルはお前だ。ヘイよ、こいつもどんどんいっちゃおうか。OK。まあね、もしかしたら夏休みまだね、終わってない人もいると思うんだよね。まあ多分、まあ大体9月。9月の1日から始まる人とかもいると思うんだけど、まあ、僕は、まあ、大学生なんで、9月の終わりまであります。はい。これガチ。まあだからみんなね、24時間テレビとか見て、ちょっと煽ったら死んだね。まあ多分みんなね、24時間テレビとか見てね、結構慣れてると思うんだけど、もう俺はね、見てすらないね。もうのんきに毎日をね、寝て過ごしてます。もうなんか最近のルーティンとしては、朝3時になぜか起きるの俺は。なんか、ほんとに3時に目が覚めるのまず。で、なんかその後寝つけないから、仕方なく起きて、だいたい昼過ぎまで動画作ってるんだよね。で、お昼までにその編集を終わらせて、で、そっからちょっと昼寝するみたいな感じなんだよね最近。よいしょ。そうだからちょっと最近はね、だいぶ変わってる生活をね、送ってるわけなんですけど、まあみんなはね、いつもの日常に戻るということで。ほい、ちょっと待ってよ。え、マジ？そんなことあんの？あとね、ちょっと久々に毎日投稿して思ったのがあるんだけど、マジね、ネタがね、なくなるよね。もうなんかね、もうネタがなくなるっていう次元じゃないんだよね。もう、なんかネタにしようみたいな。とりあえずなんかあったらこれネタにすればいいかみたいな感じのスタンスになってるんだよ、最近は。だから、今日もそうだけど、この動画も、あ、まあみんな夏休みもう終わるのかとか思って、まあ、ちょうど今起きたし、ちょっと動画撮るかみたいな感じで、もうね、なんかちょっとでもなんかがあったら、もうネタにせざるを得ない。もう動画のために。もうだから最近はね、ほんとそういう感じで動画撮ってます。はい。なのでなんか、やってほしいこととかあればね、コメントください。まあ、結構募集してるんだけど、コミュニティの方では。まあ、ちょっとね、まだまだ欲しいかな。よいしょ。で、ちょっと胸ないんで、この人を俺の燃料にして、次の人行きたいんだけど、人がいないと。とりあえず行ってみる。ちょっときついな、それは。11か。ワンチャン。え、マジ？え、なになになに？前から固まったんだけど。大丈夫そう？え、落ちた。はい、ということで、ただいます。なんか、ルナー、調子悪いね。最近ね、動画とかで結構言われたんだけど、ルナークライアントをね、なんかちょくちょく使うようになってて、理由としては、バットライオン飽きた時に使うぐらいなんだけど、例えばバットライオンで調子悪かったらちょっとルナーに変えようかなとか、ルナー調子悪かったらバットライオンに戻そうかなとか、なんか最近そういうね、感じなんだよね、俺。意外とね、なんかさっき、あとどんぐらいでスター上がるかなって見たら、全然まだまだ余裕があったんだよな。どうしよう。こいつ行くか。いや、いや、あいつ行こう。ちょ、かもそう。OK。OK？ 結構グロくね、俺のハメ。食っちゃったかー。
それ食われるとちょっとね話変わってくる。マジ無理ねえ、スター上がんない。ちょっと本気でやっていいですか。ちょっと一回本気シーンいきます。どうぞ。グロ、ヘッドゲーム来た。ワンチャンこれで昇格戦、ワンチャンこれ昇格戦な。いくぞ。早いな。マジここで負けたらほんとクソしょうもない。一回帰ろ、一回帰る。なチェストな、覗いてんな。もううんこ漏れそう。マジなんか多分時間的に海外のガチ勢がいいんだよね。この時間多分向こうってちょうど夜だからゴールデンタイムなんだよな。悔しい、めっちゃ痛いな。でかっ。何何、これ出てきた。え、何何今の。本当にごめん、お前ら落ちようぜ。落ちてみたみたいな、やりたいっしょ。おきおきおき、お疲れで彼ですね。よっ、お疲れでしょーん。じじい、あと32。あ、そう。てか、ちょっと聞きたかったことがあるんですけど、最近の俺の動画編集どうすか？キル集抜きにして、普通の動画の方の編集どうすか？今サムネ出てると思うんだけど、この動画の動画編集とかどうでした？ちょっといつもとね、少し雰囲気っていうか、ま、いろいろ変えて、ちょっと作ってみたんですけど、どうでした？違和感なかった？みんな的に。とね、それ聞きたかったんだよね、マジで。まあ、おもろかったらおもろかったでちょっと素直に言ってほしいんだけど、どうでした？いつもとちょっと違う風には作ってみたんだけど、マジそれちょっとね、おもろかったかおもろくなかったかだけ教えてほしいな。ちょっとねコメントお願いします。それだけ。もういい、疲れ。ちょっと待って、金リンゴ回収に戻りたいな。いやいや、お前やっちゃうか。先にやってみた、しよう。 OK で、で、こいつ行ってみた。オッケーオッケー。待って、暇そうだな。待って、ほんとに何してんの俺。神様っているんだね。マジいたわ。これ実在します。ほんとに。これでっか。この生存はでかい、マジで。ほい、ほい、オッケー。で、あいつね。シンプルに俺より強かったらマジ困る。強いのいい、強いの一番いらん。強いの一番求めてない。そうそうそう、こういう一方的なハメを求めてた。ジジイ、オーケー。残り16。ほい、ほい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 。オッケー、お疲れ。お疲れした。ペットゲームじゃん。おい、でかっ。行っちゃおう。下行こう。ペットゲームだったわ、この試合。あ、え、これワンチャン多分昇格戦だわ。ほぼ格で行くっしょ、これ。さすがに勝ちたいな。勝って上がりたい、スターを。本当にマジ。落ちるのだけは。勘弁モード。OK、ジジイ。これで何ポイント？行くんちゃうんこれ。はい、行きました。47スター、ありがとうございます。あざす。はい、ということで今回はね、夏休みが始まってしまったね、みんなを元気づけるために僕が代わりにね47スターになりました。ってことで今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画がね面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね、僕のツイッターのフォローしてくれると嬉しいです。ってことでツイッターのフォローお願い、要欄からしてくれるとマジで嬉しいです。まあ、夏休み終わったけどね、みんな学校頑張ってください。僕はまだ休みがあります。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。